ジョージ・トランブル・ラット博士、ジョージ・トランブル・ラットは、アメリカ合衆国の心理学者、教育者、進学者。アメリカの実験心理学に、大きな影響を及ぼした。1842年アメリカ合衆国をハイオ州に、生まれる。ウェスタンリザーブ大学、アンドオーバー紙学校に進学。生殖者のための教育を受け。 ミルウォーギーの回収派協会の牧師を7年務めた、後リン大学の教師となった。この間に、神経系統と心的現象の関係について、調査をはじめ、アメリカ初の実験心理学研究を行った。1881年から1905年まで、イエール大学哲学部の教授を務め、同行に実験心理学の研究室を設立。1892年、 アメリカ心理学会の第二代会長。1892年に日本の帝国大学の招待を受け心理学の講演を行う。その後、伊藤博文から依頼を受け、朝鮮へ渡る。伊藤博文への助言者、教育者として朝鮮で講演など活動。他に、インドのカルカッタ、ボンベイ、ベナレスでも講義を行っている。アメリカに帰国後も、 ニューヨークタイムズなどに記事を投稿。博士は1889年の帝国教育会の招兵に続き、1906年に東京商業高等学校の招きで3度目の来日をし、同校で商業道徳の集中講義を行った。その他各地で講演し、1907年、日本への貢献から外国人初の朝日中受賞を受賞。ラットは、 アメリカや日本での心理学発展に貢献した。心理学分野ではイエール大学にもまだ道徳哲学しかない状況であった。1879年からはボーリン大学で心理学講座を担当する。イエール大学の大学院に心理学ができると1881年から1901年哲学・心理学教授になる。 こうした中でラットは1892年に帝国大学で講演を依頼されて来日。上校生には、後の日本心理学学会の初代会長、松本又太郎がいた。ラットは、松本にイエール大学への進学を進め、後に日本初の心理学実験室が開設された。ラットの活動は、日本の心理学の基盤となったと言われる。 ラットはアメリカに実験心理学を最初に紹介した一人である。ラット博士が朝鮮を訪れた1907年は日本が韓国党官を置いていた時である。併合直前の韓国情勢を直接目撃した人物として記録を残した。また、韓国党官である伊藤博文との会話、韓国皇帝、構想との謁見内容。 ハーグミッシ事件や構想単位について内情を記録として残し混乱した朝鮮事情と東アジアの政治情勢を分析。当時朝鮮にいた外国人の問題、そして一部の日本人への批判も含んでいるが混乱の原因として王宮周辺とその政治的腐敗を指摘している。ラッド博士が朝鮮を去った後外交顧問で友人であったダーハム・スティーブンスと 伊藤博文が相次いで朝鮮人の民族主義者によって暗殺された。1921年、アメリカで逝去。遺界の一部は遺族によって横浜市鶴見区の総持寺に埋葬され、記念碑が建立された。日本語訳ほかハット ABCD ・ジョージ・トランブル・ラット、アメリカン・サイコロジストフィロソファー、ブリタニカ・百科事典。 谷本富の新人物論における商業道徳論中島力造ジョージ・トランブル・ラットとの比較坂野哲也滋賀大学経済学部ワーキングペーパーシリーズナンバー2632016年12月哲学大かラット博士人物画伝大阪朝日新聞社編高砂御美希 GT ラットと日本の心理学アジアインフラ投資銀行の生産な末路 中国の野望は各鉄イエル、P172 宮崎正宏、PHP 研究所、名25、2015ラット、1907イン、コリアウィズマークイス ITO 桜の花出版、カーリーンスブラッティレースからザ、ニューヨークタイムズマイナス -1908、ありがとうございます。